公明党の山口恵子でございます。ご指名を受けましたので、すみません、ご指名をいただきましたので一般質問させていただきます。はじめに熊本大分地方を襲った熊本地震は2度にわたる最大震度7の地震と1500回を超える余震が続き、甚大な被害をもたらしました。犠牲になられた方々に心からお悔やみ申し上げます。ご遺族の皆様、被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げます。いまだ避難されている皆様のご健康と災害の収束を願い、一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。先月、長年待ち望んでいたアメリカのオバマ大統領が広島の地を初訪問いたしました。公明党の山口代表は、オバマ大統領が核兵器のない世界を日本と共に目指し、世界に訴えかけていくという強い決意を広島の地で発信したことを強く、重く受け止め、この日を貴重な歴史の転換点として、核のない世界を共に目指し歩んでいきたいと歓迎しました。この精神を私たちは未来に継承していかなければと思っています。それでは通告に従いまして、一般質問をいたします。1、災害時の危機管理について、1、業務継続計画、BCP について、阪神・淡路大震災から20年が経過しましたが、この惨禍はさまざまな教訓を残しました。その一つが大災害に備えて策定する業務継続計画、BCP の重要性でした。自治体は大災害が発生した場合、的確な応急対策を迅速に進めつつ、優先すべき行政機能を確保しなければなりません。そのための対応システムや必要な準備、方針などをあらかじめ決めておく計画が求められています。東日本大震災の発生後、民間企業の策定は加速していましたが、自治体の動きは鈍いと指摘されています。そしてこの度の熊本地震では、本庁舎を使えなくなった5市町のうち、益城町を含め3つの自治体は計画を策定していませんでした。益城町は町の保健福祉センターに仮住まいをし、住民の罹災証明書の受付が始まったのが最初の地震発生から17日後の5月1日でした。一方、事前に計画をしていた大津町は、計画に基づき別にバックアップしていたデータを利用して住民票の発行をすぐに再開できたとのことです。長野県内では災害時の業務継続計画 BCP の策定状況は低く、全国平均を大きく下回っていると報道がありました。住民の生命や生活、財産、さらには都市機能の維持に甚大な影響を及ぼす問題は何かなど、災害発生後は時間の経過に伴い、優先業務は刻々と変化していきます。計画策定の重要性をどのようにお考えか、本市の方針をお伺いいたします。塩尻市では地域防災計画を策定していますが、この計画との違いや、この計画との関係を どう捉えているのかについてお聞きいたします。近年は世界各国で自然災害が頻発しています。防災・減災対策に取り組むにあたり、将来起こるかもしれない災害について予想を上回るような危機や、本市における災害発生のリスクや要因について、先ほどの市長ご答弁もありましたが、特に懸念される点について、合わせてお答えください。2、被災者支援システムについて、大災害では被害を受けた住民の救命救急、安否確認、そして避難所での生活支援活動など、時間とともに支援内容が変化します。町の復旧・復興へと進むにつれ、住民は生活再建をする段階にと変化していきます。このような時、被災者の手続きや支援を迅速かつ的確に行うために作られたのが、被災者支援システムです。被災者の氏名や住所等の基本情報と、家屋を含む被災情報全般を管理できるシステムで、罹災証明書の発行や義援金の支援がスピーディーに実施できるよう開発されています。
本市ではこのシステムを導入していますが、その運用と管理についてお聞きします。まずデータや情報の管理については、庁舎が被災することも想定してあらかじめバックアップ体制を整えることが重要ですが、どのように対応されていますか、お伺いします。被災者支援システムではさまざまな情報の管理ができますが、どのような機能が備わっているのでしょうか。有事の際には本市では活用できる体制が整っているのでしょうか。その状況についてお伺いします。3、指定避難所について。この度の熊本大分地方を襲った地震では、避難所の損壊や重度な度重なる大きな地震から屋外での避難者が予想をはるかに超えていました。避難所の安全耐震化は重要です。本市では小中学校の耐震化は早期に計画され、工事が実施されてきましたが、窓ガラスや天井などの非構造部材の耐震工事はどのような状況でしょうか。指定避難所である小中学校や各支所の状況についてお伺いします。大災害ではまず安否確認が行われますが、災害直後は携帯電話などはつながりにくく、特に NTT では災害伝言ダイヤル171を運用しています。このようなことから避難所でも通信環境を整えていただく必要があります。災害時には避難所で特設公衆電話が設置され、無料で利用できるとのことですが、事前に電話回線の設置が進められていますが、本市の指定避難所の状況についてお伺いします。2、災害に強いまちづくりについて。1、ブロック塀等の安全対策について。市内では子どもたちは住宅地のブロック塀などが設置されている狭い道路を歩き通学をしている場所がございます。道路沿いのブロック塀は登下校中に地震などが発生した場合を想像すると危険な状況が目に浮かびます。この度の熊本地震でも本当に残念ですが、ブロック塀の倒壊により犠牲者が出てしまいました。他市でも通学途中地震により怪我をした事例が報告されています。道路の安全確保は災害時の避難経路でもあり、緊急車両の通行を妨げないよう対策が必要になります。そこで本市の安全対策についてお聞きします。これまでの取り組みとその成果はどうでしょうか、お伺いします。また本市では緑のまちづくり事業を実施していますが、生け垣を設置する際に費用の助成をしていますが、この目的と内容についてお伺いします。3、新体育館整備計画について。1、建設予定時周辺道路の安全対策について。市民のスポーツの活性化と交流の促進の場として新体育館整備計画がいよいよ形になります。平成32年度を期限とし、建設場所が決定されました。スポーツばかりでなく、多くの市民や市民以外の方など、子どもたちから高齢者まで幅広く活用されるような運営管理が行えるよう、今後も引き続き真剣に審議をしていきたいと感じております。計画では1、2階合わせて700席の観覧席を確保し、体育館の正面駐車場は車200台分のスペースが確保されるようになっています。全国規模の大会も望まれているようですが、現地にはこれまで以上に多くの車や利用者が訪れることになります。そこで歩行者や車の安全対策はどのようにお考えか、お聞きします。建設場所は高校北通線と広岡日通線に接していますが、この道路の交通量、将来的に予想される見込みの数はどのくらいなのか、お答えください。新体育館建設の2年後、平成34年度には塩尻駅北区画整理事業が完成予定となっています。新たに住宅280戸が建設されるとのことですが、交通渋滞などの影響はあるのかどうか、どのように推測されているのか、お伺いします。広岡西通線は国道19号大門地域から北方向に走
知っていますが、歯科大の東側にある交差点、歯科大通り市道南熊井合原線との交差点は以前から危険な交差点として安全対策を要望されています。そこでこの交差点の改良計画について予定されていますその内容進捗状況をお伺いします。4. B 型肝炎予防対策事業について1定期接種化の対応について、乳幼児の健康管理では年齢に合わせてさまざまな病気の感染を防ぐために予防接種が行われています。これまでは B 型肝炎やおたふく風邪、ロタウイルスの定期接種化が望まれていましたが、今年10月からは B 型肝炎ワクチンの定期接種化が決定しました。日本国内の B 型肝炎ウイルスの感染者は最大で140万人に上ると推測され、感染すると慢性肝炎から肝硬変、肝がんへと症状が進行する可能性があります。主な感染経路は母子感染や性行為、針刺し事故などですが、最近では保育園などでも子ども同士でも感染するということが報告されています。そこで B 型肝炎を未然に予防することは重要でありますが、予防接種が必要な理由やその効果についてのご所見をお聞きします。予防接種は1歳までに3回受ける必要がありますが、今年4月生まれからのお子さんが対象ですが、10月からの接種計画と予算化の対応についてお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。